オムリは、北イスラエル王国第六代の王で、オムリ王朝の創始者である。旧約聖書以外の文献に登場する最初のヘブライ人の王でもある。オムリは、ヘブライ語で、主の礼拝者という意味である。列王記におけるオムリ本人の記述は、上官の第16章第16から28行の、ごくわずかなことだけである。のが、イスラエル王国の王になって2年目に、 将軍の一人であるジムリにクーデターを起こされ殺害された。この時、ペリシテと北イスラエルの間に戦いがあり、軍隊はギベトンに対して陣を敷いており、人々はティルツァでエラがジムリの無本で暴殺されたという話を聞くと、軍の総司令官を無理をその日のうちに追おうとして宣言し、ギベトンから攻め上り、ティルツァを包囲し、ジムリは勝てないと悟って自害した。 クーデター鎮圧後、北イスラエルの人々は二敗に分かれ、片方はそのままオムリを王として支持し、もう一方は、ギテナの子、ティブニを王として支持して争った。最終的にオムリ派が勝利してティブニは死に、こうして、朝の在位十一年目に、オムリは北イスラエルの王になり十二年間治めた、後で彼は死に、サマリアに葬られた。即位後、オムリが言ったとされることは、 以下の通りである。なお、在位期間が7日間と短すぎる。ジムリ以外では、オムリは、統一時代を含むイスラエルとユダの王のうちで唯一、父親の名が、不祥の王である。これについて、ロンドン大学アッシリア学名誉教授の、ドナルド・ワイズマンは、オムリが非戦もしくは領土を持たない執事であったが、ジムリより、上位の階級になった人物だろうとしている。ただし、 その当時彼本人の名前が知られてなかったわけではなく、アッシリアやアラムなどからは北イスラエル王国を指すのに、お無理の家という表現が見られる。ありがとうございます。